皆さん、こんにちは。俳優として、司会者として、マルチな才能を発揮する坂上忍さん、熟年再婚した一般人。妻が石野陽子と言われるの真相に言葉を失う、今日は坂上忍さんのことについて紹介します。まずは、坂上忍さんの経歴とプロフィールから紹介します。坂上忍は日本の俳優、タレント、演出家、映画監督、司会者、コメンテーター、エッセイスト、ロック歌手、YouTuber、東京都杉並区出身、杉並区立荻窪中学校卒業。坂上忍さんは3歳の頃から子役として芸能活動をスタートさせ、当時はまだ珍しかった天才子役として様々なドラマに出演しますが、実は父親が経営していた出版社の倒産と、ギャンブルなどで作った1億円もの借金を返済するために、小さな頃から働くことを余儀なくされていたのだとか、坂上忍さんのあの独特の視点と歯に気抜きせぬ毒舌は、幼い頃の辛い思いが影響しているのかもしれませんね。しかし、現在のバラエティでの活躍は、それが幸いしていることは間違いないわけで、人間何が人生の助けになるかわからないものです。この時代の役者さんは皆さんそうですが、坂上さんも女癖の悪さで知られています。それでは、そんな坂上さんの過去から現在に至る彼女たちを見ていきましょう。歴代彼女1、白石麻由美さん。最初にご紹介する彼女は、女優タレントの白石麻由美さん。二人は1984年放送のドラマ、風の中のあいつで共演。1962年11月27日生まれなので、坂上さんより5歳年上になります。後に、同じく共演していた松本伊代さんから、付き合っていたという噂があった、と指摘されると、最初は否定した坂上さんでしたが、付き合ってました、と暴露してしまいます。白石さんにとって、坂上さんは初恋の相手、だったのだとか、しかし、すぐに女の人を作るんですよ。他の人のところに行って、ダメになると戻ってくる。という坂上さんの女癖の悪さにうんざりし、交際は長続きしませんでした。白石さんはその後、会社経営者と結婚し、女の子を出産。歴代彼女に石野陽子さん。次に紹介する歴代彼女は、石野陽子さん。石野陽子さんが坂上忍さんとの交際中に志村けんさんとも付き合っていたという噂がありますが、そもそも本当に彼女は坂上忍さんと付き合っていたのでしょうか。坂上忍さんと石野陽子さんの交際が噂されたのは1990年頃のこと。交際のきっかけがドラマでの共演かと思って調べてみたところ、坂上忍さんは1986年に動物通り夢ランドというドラマで彼女と共演していました。ただ坂上忍さんはドラマの第9話に出ただけなので、このドラマでの共演が交際のきっかけだったとは思えません。坂上忍さんの生年月日は1967年6月1日、石野陽子さんは1968年2月20日なので、ほぼ同位年です。1980から90年代には、同年代の芸能人を集めた番組や雑誌の企画が結構あったので、そうしたことがきっかけだった可能性があります。それで本当に坂上忍さんが彼女と付き合っていたかですが、坂上忍さんの方は熱愛疑惑があっただけです。二人のツーショットが撮影されたなどの、熱愛の証拠となる決定的なものことはスクープされていません。交際していたという証拠があるとしたら、坂上忍さんが当時したと言われている、石野陽子さんは今一番大切な人、といった発言や、二股された、との発言ですが、その発言だけでは本当に石野陽子さんと坂上忍さんが交際していたとは言えないでしょう。歴代彼女さん、山本未来さん、坂上忍さんと、女優の山本未来さんの交際が発覚した時は衝撃的でした。当時、坂上さんは飲酒状態で車を運転し、電柱に激突しましたが、大破した車に再び乗り込んで逃走。パトカーと20分間にわたりカーチェイスを繰り広げ、警視庁北沢警察署に現行犯逮捕されたのです。この時、
助手席に乗っていたのが山本未来さんでした。週刊誌やワイドショーは坂上さんの不祥事と熱愛という W のスクープを手にすることになりました。おそらくこの事件がきっかけとなり2人は破局。山本未来さんはその後俳優の椎名桔平さんと結婚しています。歴代彼女4度井美代さん、坂上忍さんの現在の彼女と言われているのが元女優の土井美代さん。1981年8月14日生まれなので坂上さんより14歳年下になります。土井さんは2015年4月に所属事務所を退社して女優業を引退。それまでも兼業していた都内のエステティックサロンの勤務に専念しています。坂上さんと土井美代さんとの慣れ始めは2011年頃、友人の紹介で知り合いました。愛犬つながりで親しくなり2013年頃から交際をスタート。潔癖症の坂上さんが唯一うちに上がっている人と認める女性で、10匹の愛犬の世話も任せるほど信頼を寄せています。かつての番組では同棲中の恋人との結婚はという質問も出たが、これにぶっちゃけ僕はどっちでもいい、彼女がする必要がないよという人なのでとまず答えた坂上さん。バイキングを卒業するにあたって聞きましたよ。人生の節目だけど改めてどうするって、籍入れてもいいんだよって、でも投影は全然必要ないですっていうのでね、する可能性はゼロではなくて、彼女さんがそういう気持ちになったらいつでもという感じですと、それこそ本音で答えていた。2014年7月ファン交流イベントに出席した坂上忍さんは自身が結婚しない理由を語りました。真面目な話、抱えているものが多いんですよ。親、ワンちゃん、芸能スクール、自分のプライベートを優先したいとは思いません。また結婚すると女性と遊べなくなるのも理由のようです。結婚すると不倫でしょ、奥さんと子供がいる場合があるから不倫はまずい、その点浮気はね、僕は独身なので許される。この時はすでに土井美代さんと同棲している時期ですが、この時点で結婚は考えていないみたいですね。実は坂上忍さんは2001年に元キャビンアテンダントの女性と結婚しています。そして2003年に離婚。離婚の理由としては坂上さんの過剰なまでの潔癖症とギャンブル癖が挙げられるでしょう。坂上さんの潔癖症は有名で、1ドアノブには手を触れず、2肘を使ってドアを開ける、2休みの日はシャワー5回、洗濯機も5回稼働、3夫婦のバスタオルを一緒の洗濯機に入れることは許さない、4トイレは4から5時間かけて掃除、5夫婦で使うトイレは別々にしていた、など枚挙にいとまがありません。またギャンブル癖は父親譲りで、10代の頃からボートレース場通いを続け、年末には1年間で稼いだギャラを全てかけてしまうのだとか。これは奥さんになった人は大変だと思います。坂上忍さんの家がある場所は番組内では千葉県内房と発表されていました。しかし坂上忍さんがフジテレビ系深夜バラエティミレニアムズに出演した際、マツコデラックスさんが放った次の一言に、それまで深夜番組とあってお酒も入って上機嫌だった坂上忍さんが一変して凍りついた表情を見せたのだとか。この一件もあり坂上忍さんの豪邸が実は千葉県木更津市にあるとの噂が一気に広がったわけですが、その後ツイッターなどで木更津での坂上さんの目撃情報が相次いだことから噂の信憑性は増すばかりです。現在では木更津市金田地区とさらに限定された情報も出回っているようです。坂上忍さんは1967年6月1日生まれた。坂上忍さんの実家の家族構成はご両親とお兄さんが一人います。ご自身の家族については前述の通り結婚していましたが、現在は独身となっています。坂上忍さんのことを調べると韓国のキーワードが浮上します。坂上さんと韓国って何かつながりがあったかな。そう考えていると理由がわかりました。実はウィキペディアに坂上忍さんの
本名は京忍君で韓国籍の在日韓国人3世と記述されていたのです。現在ではこの記述は削除され、いたずらの可能性が高いと考えられています。実際に坂上さんが韓国をルーツにしているということはなさそうですね。坂上忍さんの父親の名前は勝也さん。父勝也さんは福岡県を大牟田市の出身で、若い頃は太宰治に心酔していました。自身も小説家を目指しましたが挫折。上京して新聞社に就職し、同じ職場のお母さんと出会い結婚しました。坂上忍さんの母親の名前は純子さん。山形市で生まれた純子さんは19歳で上京して新聞社の事務員となり、そこでお父さんと出会って結婚しました。二人の息子を授かり、幸せな生活を送ったのもつかの間、父親が事業に失敗して運命の歯車が狂い出します。父親は酒に溺れ、ギャンブルに狂い、家族に暴言を吐くどころか、お母さんに暴力を振るい出しました。あれ狂うお父さんをどうすることもできず、夫婦は離婚。坂上忍さんにはお兄さんがいて、名前は坂上成寸志さん。坂上さんは3歳で劇団若草に入っていますが、お兄さんが先に劇団に所属していたことがきっかけになっています。ちなみにお兄さんの現在の職業は映画プロデューサー。お兄さん曰く、役者家業で生き残る唯一の方法はブレないことだそうで、我慢や努力を重ねてチャンスをつかんだ弟を称えています。実弟のことではありますが、映画プロデューサーなだけに弟のことを客観的に見れるのでしょうね。これからも坂上忍さんのご活躍を期待しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。